触ってみます？今歯え、いいんですか？今綺麗です。手で？え、手でいいですね。いいですか？こっち触りやすい。あ、ツルツルじゃないですか？うん、あの磨いたんで、歯石を取った後磨いたんでツルツルです。触るのも全然平気ですね、はい、匂いなんかももう全然ないです。今ピーチの香りがします。先生、いい匂いします。いい匂いよかったね。あの枕元で寝ても臭くないですね。添い寝も全然、そうそうそう、キスもできちゃう。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は先月号に続いてシュナウザーのリボンちゃんのお口ケアの様子をお届けします。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。松山市石黒町の大和動物病院、11歳のリボンちゃんはお口の匂いが気になるのでケアをしてもらいにやってきました。麻酔をかけて歯についた歯石取りを行うためにレントゲンや血液検査を受けます。検査の結果が OK だったので1週間後いよいよお口ケア。主治医の大和洋介先生、麻酔をかけてケアをするのでリボンちゃんは痛さも怖さも感じません。人工的に呼吸をさせてるってことですか？あ、そうですね。この、まあ、例えばここの歯なんかは、はい、もう歯が見えてないんです。歯石で全面覆われてて、黒いのは全部歯石です。歯石、はい、で例えばまあここまで大きくなってるのはパパッと、おお取れましたね。綺麗な歯が見えてきました。うん、でまあ、細かいのはあの、はい、超音波スケーラーで後で取っていきますので、まあ、大雑把に大きいのガバガバという、もうこれダメですね。この歯はダメです。ダメですね、はい。超音波スケーラーで、超音波ですね。こういう風に削る。嫌な音が。嫌なんですかね。水が、うん、震えてるのが分かるかと思うんですけど、はい、あのこの金属がものすごく小さく速く動いてるんですよ。それであの削っていってるんですね、歯石を。だからその超音波と歯石がぶつかって擦り合う、その摩擦で熱が発生するので、まあ、単純にこれあの、はい、口の中がきれいになるから水が出てるんじゃなくて、はい、冷やすために先を、水冷ってことですか？そうです、です、そのために出てるんですよ。リボンちゃんさ、歯が痛かったんでしょうか？歯が、歯そのものっていうよりも、はい、そのまあ、歯茎の痛みっていうのは多少あったかもしれないですよね。
まあ、痛みに強い生き物ですけど、はい、まあ、それでもね、ここまでひどいとちょっと、もう全部ここの中もすごいですよね。力で力ですね、超音波じゃない、もう、まあ、ある程度大きいので、はい、だから先生やっぱり筋トレがいりますね。あ、筋トレいりますね。筋肉があることによってね、あの繊細な動きができるんですよね。確かに滑らかさがやっぱりいりますもんね。そうそうそう、筋肉がないと、筋肉がないとね、力任せにエイヤーとやっちゃったらね、はい、そうですね、こう動きが大雑把になっちゃうんで、仕事のためっすか。CM の後は待合室を覗いてみるよ。猫ワンを応援しています。猫ワン、犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、尿もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。ちょっとここで一休み、大和動物病院の待合室を覗いてみるよ。病院が大好き。なんでですか？先生が好き。先生が好き、なんでだろう。ねえ、看護師さんも好き。へえ、帰らない。帰らない。帰らない。お名前は？クッキーです。クッキーちゃん、はい、男の子？はい。あ、かわいいね。人懐っこいですね。犬の友達もたくさんいる。人間の友達もたくさん。へえ、人気者だ。教えてくれ。お友達になろうって。お友達になろう。こんな感じでいいかな。お邪魔してます。カモンですか、プーちゃんと、はい、ありがとうございます。プーちゃんかわいいね。プーちゃん、プーちゃん写真写りいいですね。プーちゃん、カメラです。すっごい綺麗に撮れる。あら、大きな目ね。いいね。うん、すごいかっこいい。プーちゃん、かわいい。表情がすごい豊かですね。やんちゃいねん。家の中ではやんちゃい。外行ったら知らんの。うち弁慶ってやつ。一回だけ通ったところで、父ちゃんが名前変わります。あ、かわいい名前。かわいい。大体ワンメイが多いね。おおちゃんが武蔵って。武蔵。武
寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック。同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。時折見られるの脈拍見てるんですか？まあ、あの脈もそうですし、まあ、麻酔の濃度とか、あの呼吸の中の呼気の中の CO2 濃度だったり、ちなみに犬って基本的には虫歯ならない、なりにくいんですね、非常に。へー、これだけ歯石がついてても。どうして虫歯になるんですか？歯周病が多いですか？あの人間の場合はあの菌ですよね、虫歯菌ですけど、あの犬とか、まあ、猫もそうですけど、はい、猫の方がより虫歯にはなりにくいって言われてますけどね。あのなんでかっていうと、はい、口内環境の違い、まあ、酸性と中性アルカリ性っていうね、あれが犬と猫と、はい、あとは人間とでは違うので、はい、虫歯になりにくいと言われてますね。羨ましい。でもまあ虫歯にならないけども、ここまで刺激溜めてね、歯周病になっちゃったらどっちも辛いと思いますけど。こういうワンちゃん多いんじゃないですか？あ、もうほとんどって言っていいぐらいそうかもしれないですよね。本当に綺麗だなっていう子なんかは少ないですよね、うん、こうなる前に来てくださいとか。家での手入れやっぱ大事ですかね。歯ブラシです、歯ブラシ。歯ブラシ、ただその歯ブラシをねするのがめんどくさいんですよ。くさいですよね。嫌がるしね。嫌がるし、もう毎日のことですからね、歯ブラシって、はい、ご飯食べるのっていつ食べるのって毎日食べるんだから、はい、歯磨きいつするのって言ったら毎日なんですよ。あ、週に1回したところで、そっか、ね、そんなに効果はないんで。人間でも歯ブラシめんどくさい日多いです ね, 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 ね。ワンちゃんのまでねと言ってたらダメなんでしょうね。ダメなんですね。ダメなんです。綺麗な歯じゃないですか、もったいない。歯っていうのはものすごい丈夫なんですね。この体の中で一番この丈夫な組織、硬い組織なんで、うん、歯石にでも溶かせないんですよね、菌でも。まあ、その代わり歯が埋まってる骨の方が閉じていく。そうなん、骨の方が柔らかいですから歯より。あ、同じじゃないんですか？違いますね。猫は松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。ハンディを持つお子様へ、テローグループで IT を学びませんか？建築家になってなれるかも。夢を広げるテローグループ。前歯は、はい、根っこが細いくて、はい、細くて浅いので、はい、歯周病になるとすぐこうグラグラしちゃうんですよね。へー、もう
で見ててもこれ、これはもうグラグラですよね。あ、本当だ。うん、全部。で、これっていうのはさっき言ったようにこう土台の骨が溶けていってなるんですね。で、もっともっと顎の小さい小型犬だったら、この下顎が、あの骨折することも多々ありますよ。歯周病で。でも、あの下顎ってこう2つの左右から来る2つの骨でくっついて、真ん中でくっついてる、それがもうグラグラみたいなね、骨折して、それも死活問題ですよね。うん、もう残してあげたいけど。あ、どうすんですか。もう抜きますね。うん、やって抜いたのはもう土台がダメだから、ダメですね。うん、骨が溶けちゃって、だってもう力入れてないですよね、これ。掴んでほっといてやって。飾りみたいな。うん、もうほっといても抜けるんですけど。うわ、黒い。歯周病で、まあ、極端な例で言うとね、歯が一本もなくなっちゃうよみたいな例もあるんですよ。はい、まあ、そういう子たちのね、こう、ご飯は食べれるんですよ。はい、歯がなくても。はい、あのドライフードでも丸飲みで食べます。ドライフードってね、丸飲みできる大きさなんで。歯周病菌は血流に乗って全身に分布しますから、心臓、肝臓、腎臓、そういった臓器に行ってしまって、心筋炎を起こす、あの、あとはね、肝臓、腎臓に菌が繁殖してしまって悪くなっちゃう。あとは糖尿病なんかもね、コントロール、血糖値のコントロールがしにくくなっちゃったりとかね、歯周病であるんで。まあ、これがね、あの、まだ片面で、内側はまだやってないですけど、ポリッシング、磨いてもないんですけど、まあ、綺麗です。この状態。さっき真っ黒だったのに。まだまだ。上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん、猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。そう、歯石予防みたいな感じで書かれて売られてる、歯磨きガムありますけども、その中で本当に歯石をこう予防できる効果のあるもの、製品っていうのは非常に少ないんですよ。書いてるのに。それってもうちゃんと調べられてて。ここなんて見えますよね、根っこがこう穴開いてるのが。穴開いてますね。向こう側が。見えてる、もう溶けちゃって。これでもこのまままだ使うって感じ。うん、まあ、あの、そこまでぐらつきが強くないので、もう使ってもらって、でもまあそのうち抜けそうですよね。歯垢が溜まりそう。でもこの間に入りますね、穴の中にね。もうさっきもこの中からもうジャバ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 歯垢がたくさん出てきてたんで。まあ、それがね、匂いの原因にもなるし。ですね。これは体力と根気がいるわ。そうですね。うわー、綺麗になった内側も。
はいはい、はい、ひっくり返しますよ。そしてまた違うことを、あの内側と、あ、そうですね、内側をやさらにあっち側の内側をやって、人間だったらね、歯医者、はい、じゃあ次だ、また来週ねとか来月ねとかで行くじゃないですか、はい、人の場合はもう一発勝負なんで一回で、ね、また来週麻酔かけてやりましょうねとかね、さすがにそういうわけにはいかないんで、一発勝負でね、全部良くしないと。ポリッシングしますね。ポリッシング、磨く、磨きます。これはいいです。研磨剤、研磨剤ですね。ちょっと粗めの研磨剤、1回目はそうですね、2回するの、2回します。これはもうポリッシングをした後の。綺麗、はい、真っ白、はい、また反対面をポリッシングしていきます。はい、はい、反対向けます。ここまで1時間20分、あ、大変でした。これは下手な手術よりも全然大変かかります。1時間20分で賞味かかる手術とかって ね、本当に結構大きな病気の手術みたいですよね。作業細かいし丁寧やもん。口ゆすぐ、そうです、終わり。テストの時に使ってるのが、まあ、オゾン水という。あ、オゾン水なんですか、それは。はい、どうしてオゾン水を使うんですか。あの、殺菌効果があるからですね。もうこの状態をキープしたいですね。そうですね、お願いします。お願いします。触ってみます、今歯。え、いいんですか。今綺麗です。手で、手でいいですね。いいんですか。こっち触ります。あ、ツルッツルじゃないですか。うん、あの、磨いたんで、歯石を取った後、磨いたんでツルツルです。触るのも全然平気ですね、はい、匂いなんかももう全然ないです、今は。ピーチの香りがします、先生。いい匂い、ね、いい匂い。よかったね。あの、枕元で寝ても臭くないですね。添い寝も全然、そうそうそう、キスもできちゃう。あ、綺麗。お疲れ様でした、リボンちゃん先生。今から何を？乾かします。乾かします。顔は綺麗に。ああ、びしょびしょなんです。この心遣い、びしょびしょなんです。このようで、あ、いやで、これをもし見てて、うちのこの歯石持ってもドドッと来たら困りますね、先生。困ります。困ります。困ります。毎日はちょっとね、ちょっと大変です、まあね、何かかしらからね、毎日手術はしてるんでね。 あ、先生、次の患者さんがお待ちです。
今手術が始まって1時間半終了。先生、はい、飼い主さんにどうぞメッセージがあれば、はい、そしてテレビをご覧の飼い主さんにもお願いします、はい、バッチリ、歯石きれいにしておきましたので、この状態を維持するために日々毎日の歯磨きをお願いします。歯石は万病の元です。わかりました。毎晩朝晩ご飯のたびにご飯のたびにできるとベストですね。でもまあ正直難しいと思うんです。毎日朝晩やるっていうのは、うん、はい、やっぱりね、犬の都合人の都合はありますので、ただそのベストを知ってそのベストに近づける、なるべく、はい、それを目指してやる。ベストを知らないと目指すとこも分かんないじゃないですか。これでいいのかなと思ってたらもっともっと本当はできたのに、ね、歯磨きガムだけ与えていて、歯石いっぱいになっちゃったと。でもそれが自分の中では一番だと思ってたら、でもベストじゃない、一番ではなく、一番はブラッシングだった。一番ブラッシングで、うん、それを知ってたらブラッシングできたのにっていうのがね、もったいないので、ベストの状態はやっぱり朝晩、はい、食後のブラッシング、これができたら一番いいです。そこを目指して皆さん頑張ってください。はい、先生、定期的に歯を見てくれたりすることはできないんですか？もうどこの病院でもやってると思うんですけども、はい、ワクチンですとか、はい、ヒラリアですとか、はい、もう飲み何予防とか、はい、そんな時に、まあ、体重測りに、ね、行きます。その診察台の上で、はい、すぐ確認は歯は、ね、できますので、はいはい、確認してもらったらいいと思います。これは順調ですねとか、歯磨きここで、ね、ダメですねとか、そうです、アドバイスはもらえると、はい、はい、もちろんです、はい、わかりました。やっぱりこうやってちょっと先生歯の調子どうか見てもらっていいですかって言えばいいですね。そうです、そうです、わかりました、はい、歯のことを忘れずに年に一度はね、はい、チェックしましょう。芸能人は歯が命、犬も猫も歯が命、我々人間もね。リボンちゃんお疲れ様でした。これ写していいんだろうか。麻酔器で寝込んで、だんだん起きてきたよって。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに市や町の役場、愛媛県動物愛護センター、そして警察に届け出てください。収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワンナチュラルケアドッグアカデミーは、ワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフをお手伝いします。幼稚園やしつけ教室では、プロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案。新たな取り組みとして、ハーブやアロマなどの自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ナチュラルケアドッグアカデミー。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。